おはようございます。レイです。2月4日土曜日の今日は立春です。二十四節気の一つで春の始まりを意味し、春の気が立つとして立春と言います。古今伝覧にはね、春の気立つをもってなりと記されています。雑節の基準日でこの日から数えて88日目は88夜、210日目を210日など様々な行事が行われます。立春の早朝、禅寺では門に立春大吉と書いた紙を貼る習慣があります。また中国ではね、立春の日にこれ春餅と書いてチュンビンって言うんですけれども、これをね食べる習慣があるんだそうです。そしてね、旧暦のお話になるんですけれども、この旧暦における新年立春と年内立春というものがありまして、立春の旧暦での日付は大まかに言って半分の年では新年1月の前半、半分の年では旧年の12月、あるいは稀にね、うるう12月の後半であります。この旧年12月の立春を年内立春、新年1月の立春を新年立春と呼びます。また特に旧暦1月1日に当たる場合を昨誕立春と呼びまして、非常に縁起の良い日とされています。そして夜明け前に立春となった日に読んだ歌として古今和歌集よりね、このような歌がありました。降る年に春立ちける日読める、年のうちに春は木に蹴る、人とせをこぞとやいはむ、今年とやいはむ。この歌は在原の元高という、ね、方がね歌った歌なんですけれども、現代訳にしますと、年が明けないうちに立春が来てしまった、昨日までの一年を去年と言おうか、今年と言おうか。この歌の意味合いをね深く考察すると、旧暦の1月1日の立春になる日はごく稀でありまして、その節目に合わせたことによる幸運と去年に残した思いが交錯し、戸惑っている心の内を表しているように私には感じられました。それでは皆さん、今日も良い一日を。